こんにちは、チョメです。今日はウィークリーレベル14週目からやっていこうと思います。正しいボタンを照らし合わせましょう。これは何だろう？ピクロスみたいな感じかな？こんな感じに押して、多分ピクロスだと思う。で、右のやつは関係なしで2だからこれ4でやって、一番下は、これが一番右がこんな感じになって、2になって、ここは4になって、ピクロスですね。で、これで1、2。え、でもこれ1、2、3おかしくね？途中ないよな。3っていうのが。ヒント見てみるか。数字は各行列で照らされるボタンの数を表します。でもね、ダメなんだよね。絶対ピクロスみたいにやっても、これで例えばもう4だからさ、やってもほら2ってなって3ってなるんだけど、右のところもいるからね。下のところもこうやってやったら普通になってるから、こうやってやるでしょ。そしたらほら左のところさ、あ、そういうことか、数ってことか。だから繋がってるんじゃなくて、この間に3つありますよみたいな、そんな感じか。そういうことなら結構できるぞ。こんな感じで、4つ。だから1つ照らしてる。2つ照らす感じか。で、これ3つ照らす。これで OK か。これでほら、右側、列2個、1個、4つ、4つ、3つ。ピクロスじゃ OK。頭いい。みんなを渡らせましょう。しかし、獲物と一緒に放っておくのはダメです。どういうことだろう。羊を渡らした。羊を取った。あ、戻した。こんな感じか。キャベツ乗せて。これ消去法でまず羊は確定なんだよね。これからどうすればいいかっていうのが問題なんだよね。キャベツ乗せてもこれダメだからね。これで戻る。あ、こんな感じに戻ればいいのか。で、こんな感じでやったらダメか。羊、キャベツみたいなやつ。で、羊が乗る。で、戻る。羊と狼を変えて、狼を渡らして、戻って羊が渡る。これが OK みたいな感じか。天才的。狼男を止めましょう。これ満月をさ、なんか隠す感じじゃない？朝になった。これでいいのか。治りました。簡単だったわ。左上のやつを山に隠したら終わりましたよ。狼男に吸血鬼。次は何だろう。ピンコードは何でしょう。パスワードは、ゴニョゴニョゴニョ。え、こんなんわかんないよ。なんか下になんか隠れとるとかない？とりあえず1234やってみるか。吹き出しを大きくしてみましょう。そういうことか。ヒント見たわ。でっかくした。あはは、なるほどね。繋がってるってことか。4285ですね。手で大きくしました。本当に画面の小さいスマホですね。一番低い数を見つけましょう。一番低い数？これ2とか？あ、1個じゃないのか。一番低いのは 2だよね、上。0なのかな？ 0。ダメだ。ヒント見てみるか。マイナスを使って、なるほどね。マイナスを使ってどうするってこと。まあ、このマイナスっていうのが動かせた。あ、ここにマイナス動かせたよ、真ん中のところ。だからマイナス動かせたから、これで999でいいんじゃない？これで OK。マイナス999。打てる限りで一番ちっちゃいやつを見つけた。数式がまた役に立ちましたね。一番大きな数字を選びましょう。これ見た感じ150だけど、でかくできるんじゃない？また。関係ないか。またなんか動かしたりとかするのかな。何も動かんな。角度を変えて一番大きい数を見つけましょう。角度を変える？あ、できた。あ、無限になった。スマホね、横に傾けました。で、タップしたらクリアみたいな感じになりましたね。無限の彼方へ。下の猫をクリックしましょう。クリックしたけど×になってる。一番左の猫かわいいな。全部ダメじゃねえか。ヒントって役に立つよな。猫は1匹以上です。あ、3匹同時ってことかな。だから3本指で、はい。だから2匹は OK になった。だから同時に押すみたいな感じか。さっきの補足、真ん中猫じゃないじゃん。右と左の猫、同時に押す。これでクリアでしたね。隠された数字は何？この真ん中のやつか。これ規則性とかあるのかな？またなんか取れたりしない？わかんないな。これ普通に解けばいいのかな？別の角度から見てみましょう。またヒント使っちゃったよ。別の角度？なるほど。スマホ逆さまにしました。65、66、67ってことか。だから普通に、これスマホ反対にしてから67ってクリックすればいいのかな？あ、OK、正解した。普
に67ってやればいいんだ。新しい角度から物が見えると助かります。スマホをね、逆さまにしてみてください。また変な引っかあ、これ簡単だ。丸の数だ。一番上は6で、6のところに丸が1個あるでしょ。で、真ん中は8、2つあるでしょ。で、8888っていうのは2子が8でしょ。っていうことは、2子が8、9、10ですね。これ丸の数です。あれ？あ、6だ。ごめん。別に数え間違えた。1212で6ですね。細かいことに気をつけましょう。23周目。チェリーは10。これ真ん中チェリーが30あるってことかな。だから3チェリーか。チャンチェリーは30だから、バナナ6。で、2個のバナナが6ってことは、2、3が6。3。だからバナナは3なんだよね。で、下のところ見るとバナナ4つあるから、3、4、12。12足すチェリーが2つでしょ。だから32か。はい。普通の計算でしたよね。数とかも入れないといけないね。数学もいいけれど観察力も大事です。全部赤に塗りましょう。これ普通に塗っていけばいいんじゃない？ペンキがなくなりそうだから、なんて言うんだろう。左下に向かっていこう。ここで補充するんじゃね？これ。あ、違う？あ、関係ないか。なんかどっかで絶対ペンキがなくなっちゃうよ。このままだと。あれ？これで行き止まりにしてから左に行くってことか。ああ、なるほど。そういうことか。だからここに置いて、下を置いて、右みたいな感じか。なんか滑る床みたいな感じになってた。なかなか制御できないブラシ。なんだこれ、1は1、2は3、8は？これはちょっとわかんないな。1個増えてる。ちょっとヒント見るわ。3イコール2たす1。確かに。11になった。どういうことだ。引っ掛けなし、ズルもなし、ただの数学です。わかんなかったんだけど。なるほど、わかった。右上の1、これ見て、ヒント見たら3は2たす1でしょ。右上と左のやつだ。を足せばいいんだ。だから1と8を足そうと思ったんだけど、3と8を足すのか。上が3でしょ、左が8でしょ。で、11だ。これでクリアって感じか。すべての的を狙いましょう。1個。2個、3。ダメだ。矢が3つしかないってことか。ほら。だからまた的を動かすことができるってことなのかな。同じところを2回狙えば、矢を2つに割ることができます。なるほど。そういうことか。じゃあ上を2回当ててみるか。はい、発射発射。もう1回。なんか3つ打っちゃったんだけど。あ、取ることができた。これで取ってまた、これ見て、左に。補充しました。そういうことか。で、これでまた割ったらどうなるんだろう。割れないようにできてる、これ。これで4つってことか。なるほどね。はい、OK。こうすれば矢がなくなることはもうありません。駐車場から出なければいけません。出していくんじゃない？こうやって。横とかダメ。あ、右上か。で、上やって、右やって、右やって、上やって、で右やって下やって左、こんな感じ。車の向きでね、どんどん行かしてあげる感じですね。この人たちは一体どこで運転免許を取ったのでしょう。止めるのもすごかったね。ジャックポットをもらいましょう。右のレバー引いたらなんかいろいろ変わるんだけど、これランダムなのかな。なんか手で押さえるとか関係ないか。他に押せる場所はボタンみたいなのもあるけどね。下ちょっとヒント見てみるか。ゲーム機のステッカーを使いましょう。なるほど。この下の星が取れた。星が2つ取れた。だから星を1個出す感じにすればいいのかな。星がないな。これで真ん中隠すみたいな感じ。いや、ダメだな。どっかで揃える感じなのかな。あ、3つか。これか。普通にこの星を3つつければいいんだ。はい、完成。めっちゃズルじゃねえか。インチキなゲーム機相手にはこうするしかありません。システム的に動くのかね。裏切り者は誰？これなんかどっかで見たことあるよ。なんか、うわ、びっくりした。移動したんだけど。タップするとなんか移動するね。どん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 。こんな感じに。おぉ、びっくりした。緑のやつか。緊急会議が必要です。今どうなったんだろう。上にこうやってやったら、なんか現れたんだけど。緑上にしたらどうなるんだろう。あ、ダメか。あ、誰か。二人きりになったらこうやって現れるってことね。なるほど。
すべてのボタンを照らしましょう。とりあえず押してみよう。あ、ダメだ。適当に押したらダメだった。左上照らせた。これ順番があるのかな？左上、右下。これ消去法だ。こんな感じ。一個一個試していかんやいけん。順番みたいな感じで覚えてやる感じですね。運が悪いな、ほんと。ほんと、めっちゃ失敗した。全部失敗したじゃん。はい。こんな感じの順番ですね。今の運の悪さはひどいな。試行錯誤は解決の基本です。まあ、今回30話で公開されたので、一気にやってみました。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はおちゃめでした。またね、更新されてたらまとめてやろうと思います。失礼します。